西野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんはさて西野さん、大のポケモン好きと伺っております。はい、今回のお仕事のオファー来てどんな風に感じましたか？いや、すごい嬉しかったですし、なんか、まあ、点灯式ということで、そういうイベント今までやったことなかったので、はい、なんか初めての点灯式がポケモンの ですごく嬉しいですありがとうございます。本日の衣装もとっても素敵です。今日ポイント教えていただけますか？ポイント、そうですね、あのスカーレットバイオレットは結構やっぱテラスタルが結構メインなので、キラキラしたものをたくさんテラスタルイメージしたのを用意していただきました。はい、西野さんにとってポケットモンスター、小さい頃から慣れ親しんだものというふうに伺っておりますけれども、はい、ポケモンとの出会いっていうのはいつだったんですか？出会いは、まあ、兄がいて、うん、兄がもともとその初代ポケットモンスター緑をゲームボーイで当時やってて、はい、兄が遊び終わった緑を私が遊んでたっていうのが、お下がりみたいな感じですか？お下がり、そうですね。うん、データ消して初めくらいにして遊んでました。そうなんで、お兄さんはいくつくらい上なんですか？3つ上ですね。はい、3つ上のお兄さんから預かったもの、受け継いだものをリセットしてやったということなんですねやってました。ちなみにどんなところがポケモンのこうハマったポイントといいますか？はい、でも子どもの頃とかはやっぱりポケモンの見た目、ビジュアルとか、あと絵描くの好きだったんで、そうポケモンの絵を日々描いて、なんか友達とかに見せたりしてました。あとそうですね、ポケモンゲームの中だと私は図鑑を埋めるのがめちゃくちゃ好きなんで、なかなか難しいんですけど、そのソフト、だいたいポケモンって新作は2パターン同時に発売されるんで、どっちかにしか出ないポケモンっていうのが必ずいたので、ソフト2個持ってないとまあ埋めれない。それかまあ友達と交換するとかで、今はネットとかでもう遠くの海外の人とかともそれこそ交換ができるように、ポケモン交換できるんですけど、当時はやっぱそういうものがなかったので、こう埋めるの絶対無理じゃんって子供の時に思っちゃってましたそうですよね、はい、まあ、苦労してね集めたポケモンってどんどん愛着とかも湧いてきますよね。そうですね。配信を記念しまして、明日からここ渋谷ストリーム前の稲荷橋広場と金納橋広場ではポケモンテラスタルイルミネーションがスタートいたします。このイベントではオリジナルガチャをご体験いただきまして、歴代パートナーポケモンのきらめくステッカーがもらえたりですとか、歴代パートナーポケモンと一緒に写真撮影ができるフォトスポットをご用意しております。そして西野さんの後ろにありますこちらテラスタルドーム、はい、こちらのイルミネーションも開催いたします。西野さん、ポケモンファンにはもうたまらないですよね、これ。これすごいですね実際、そう、ゲームの中ではよく見てたんで、これ実際にあるとこんな感じなんだろうなと思って、ね、ゲームの世界から出てきてるこの感じ興奮しますよね綺麗、はい、です。はい、ありがとうございます。ではまずは西野さんにここでですね、オリジナルガチャの体験をしていただきたいと思いますこっちか。出ないですか？出なかったですか？あ、出ました。よいしょ。あ、どうでしょう。何が入ってましたか？ヒコザルですね。ヒコザル。どうですか？水ゴロじゃなかった。水ゴロじゃなかった。すいません。いいですね。でもヒコザルも可愛いですよね。可愛いですね。うん、このテラスタルしてますね。そうなんです、お気づきの通り、通常の姿とテラスタルした姿両方が見られるようになっているんですなってるのかな。どうですか、すこのステッカーどこかに貼られますか？あ、いいんですかね、これもらってもらってもちろんいいですよね、差し上げます。はい、やった、はい、ありがとうございます。このイベントだけの限定のステッカーですので、はい、ぜひたくさんの方に参加していただけたらと思います。皆さんよろしいでしょうか？はい、それではムービーカメラマンさんの方にお願いいたします。
向かって左側にお願いいたします。